明くる日の軍会議で次の作戦について説明が始まりました。集まった兵士たちに作戦の資料が配られます。その資料を見た少年の表情が険しくなります。殺された両親に刺さっていた剣、そこに刻まれたエンブレムと同じ模様が記載されていたのです。復讐を望む仇が敵部隊に含まれている。少年は煮えたぎる血の熱を感じていました。意を決し隊長のもとへ向かいます。標的の軍に親の仇がいる。俺はあの時から奴を殺すために、そのためだけに生きてきた。少年は隊長に思いの丈を伝え、攻撃部隊への参加を志願しました。その返答に激高した少年はあろうことか隊長に剣を向け詰め寄りました。隊長は少年の凄みに押され腰が引けていましたが、それでも首を縦に振りません。少年の怒りは収まらず、弱腰の隊長に暴言を吐きながらその部屋を去りました。兵士たちが寝静まる頃、少年は静かに身を起こしました。認められないなら一人でも構わない。少年の決意はすでに固まっていました。見張りをしていたのはいつも因縁をつけてくる体格のいい兵士でした。少年は嘘をつきました。少年は嘘をつきました。いつもなら鼻につく兵士のことも今や眼中になく、少年はただ復讐の相手だけを考えていました。想像の中で何度も何度も殺し続けていたのです。
you